こんにちは、ポンズです。今回は非正規アイテムサイバーエラから発売された CE05 をレビューしていこうと思います。こちらの商品は以前ご紹介しましたメタゲート G01 俳句の縮小版となっております。俳句と比べて一体どのような違いがあるのか、その辺を中心にレビューしていこうと思います。俳句を知らないという方はぜひこちらの動画もご覧ください。そして今回は TF サファリさんから提供していただきました。商品の詳細、ショップの URL は概要欄に記載しています。またお得な割引クーポンも記載していますので、そちらもぜひ活用してくださいね。それでは早速開けていきましょう。中を開けるとブリスターに商品本体と関連付属品、カラーの説明書が1枚、それとステッカーが1枚付属しています。武器類は刀が2本、小刀が2本、ヘリコプター用のミサイルパーツが2つ、最後にフェイスパーツが1つ。ではこのままロボットモードから確認していきましょう。 CE05 ロボットモードです。スクリーンから飛び出してきたかのような見事な造形美。これのどこがどうなって車に変形するのか全く見当もつきませんよね。塗装も安っぽいところはなく、非常にかっこいい仕上がり。そしてもちろん、ただ小さくなっただけではありません。変更されたところを説明していきましょう。まずは大きさ。約20センチの俳句に対し、CE05 は約17センチと3センチほどスケールダウン。3センチと聞くとそんなに差がないように思いますが、こうして見比べてみると結構印象が違います。他の非正規アイテム CE03 や BS1 と比較するとちょうどいい身長差になるように調整されています。最近のスタジオシリーズと比べるとサイズがイメージしやすいでしょうか。次に頭部 CE05 では新規フェイスパーツが付属。どっちが似てるんだろうと思って確認用にロストエイジを見返してきたんですけど、 CE05 の方が特徴を捉えているように思いました。表情も口元をキュッと引き締め、凛々しい顔つきになっています。ちなみに俳句と同じデザインの顔パーツも付属しているので、お好きな方を装着できます。次に胸部の塗装、あえて読み上げませんがロゴのような文字列が印刷。太もものアーマー、金文字で義勇、その脇に小さく忠義ですかね。その他の造形塗装はほぼ同じです。かなり細かいことを言うと、塗装の色調が若干違っていたり、モールドの深さが変更されていたりと、まあ言ってしまえば誤差というか修正とは言えない微妙な違いは存在します。よーく見ないと気づかないレベルですね。そしてもう一つの大事な改良ポイント、可動域についてです。ここはぜひ覚えておいてください。俳句のレビュー動画を見てくれた方は覚えているかもですけど、この俳句の唯一とも言える欠点っていうのはここなんですよね。この股関節の可動域が狭くて、とにかく扱いづらい。例えば前後に上げようとしてもこのように根元で干渉して止まっちゃうんですよね。で横にもこれくらい、全然上がりません。その回避策として、この太もものパーツをこうやってスライドして若干逃がすことができるので、これを活用してこうひねるように上げることはできますよというお話でした。結構無理やりな感じはありますし、角度は限定的でアクションポーズにも使いづらい。この辺でパーツ同士が擦れるので塗装剥がれが起きないかヒヤヒヤします。これが俳句の弱点だったわけです。そしてその股関節の可動域問題が CE05 ではどうなっているのかというと、ここの太もものパーツに注目してください。このパーツがこうなります。反対側もこう。このように新しく組み込まれたヒンジ機構により、パーツを完全に逃がせれるように回収されました。これによってこういう動きができるようになりました。縦横と、今まで俳句ではできなかった可動域をしっかり確保することができます。太もものロールもしっかり機能するようになりましたので、
ポージング問題は大幅に改善されます。見比べてみると一目瞭然、全然違います。この修正はありがたいですね。そして今度は逆に気になった点をお話しします。俳句では内部フレームに一部ダイキャストパーツが採用されていたんですが、今回サイズダウンに伴ってダイキャストパーツは全てカットされています。オールプラスチック、手に持った感覚でも結構重さが違いますね。実際測ってみると俳句がだいたい 250g、 CE05 が 120g くらいと半分以下ですね。そしてダイキャストパーツがカットされたことによる懸念として、この足首の細いパーツ見えるでしょうか。俳句はここにダイキャストパーツが使われていたので安心してグイグイ遊ぶことができていたんですけど、この部分が CE05 では完全にプラスチックのパーツに置き換わってしまっているんですよね。ここが触っていてかなり怖いので、油断しておらないように気をつけましょう。可動範囲を確認していきましょう。首はかなり自由に動きます。ぐるっと回転も問題なし。肩は引き出し機構、根元で上下、軸で360度回転、ここでも上下に、ロール回転、肘は二重関節でかなり深く曲がります。前腕でさらにロール回転。手首の可動は軸でもボールでもなくちょっと独特。指は親指がボールジョイント、それ以外はひとまとめに可動。胴体は腰回転、ちょっと前かがみにすることもできます。股関節はまず太もものアーマーを下げまして、外側のアーマーもヒンジで下がります。開脚はこれくらい、前方向にはこれくらい、ロール回転、膝は二重関節、足首は内側へ大きく開きます。ここに軸があるのでこんな風に上下に振ることもできます。あとはつま先の可動と角みたいな突起も可動します。武器の装着方法についても変わりありません。まずこちらの小刀、背中のピンに接続できます。刀はこの穴に接続することができます。これでフル装備ですね。刀を持たせる際はまず親指をこんな風に畳みます。この状態で手のひらの真ん中にあるピンと刀のピンを合わせて固定します。これで装着完了。アクションポーズを取らせていきましょう。元々の可動域の優秀さに加え、股関節が改善されたことでさらに扱いやすくなりました。アクションフィギュアとしても素晴らしいクオリティです。スケールが小さくなったことで他のキャラと遊ばせやすくなったのもいいですね。遊んでいて一つ気になったのは、俳句と比べると全体的に関節が緩く感じるかもしれません。これはダイキャストとプラスチックの違いかもしれませんね。続いてビークルモードを確認していきましょう。CE05 ビークルモードです。流線形のボディラインが美しいスポーツカーへ見事変形。変形方法は俳句と同じなんですけど、相変わらず難易度は高いですね。思い出しながらやってたら普通に1時間かかりました。ちなみに付属の説明書は絵も小さくかなり分かりにくいので、 YouTube 等で変形動画を参考にすることをおすすめします。フロントの造形はこんな感じ、裏面はこんな感じで収まっています。タイヤはゴム素材、ホイールも丁寧に塗り分け、コロ走行もバッチリ決まります。
エンジンのディティールもバッチリ再現。俳句と目立って違うのはワイパーの造形、サイドミラーのミラーシールの有無、それくらいだと思います。ビークルモードのサイズ感はこんな感じ。俳句よりも一回り小さくなっています。他のアイテムと比べると分かりますが、デラックスクラスに近いですね。最後にヘリコプターモードを見ていきましょう。 CE-05 ヘリコプターモードレス。未だに正解がよく分かっていないヘリコプターモード。さすがに細部の作り込みは甘く、細かいところを言えばキリがないですが、ちゃんとヘリコプターっぽい形状になっているのは毎度感心します。付属のミサイルパーツは両脇に接続。刀を活用したメインローターはフリー回転。スキッドもあるので設置性は抜群。ロストエイジのアイテムを並べるといい感じ。いやでもやっぱり3段階変形するってすごいですよね。俳句と比較するとこんな感じです。個人的には CE-05 の方が扱いやすいサイズ感でおすすめですね。ということで今回はサイバーエラ CE-05 をレビューさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ダイキャストが使われなくなったことによる耐久性の変化は気になりますが、足首のパーツ以外は概ね満足のいくクオリティでした。変形トイとしてもアクションフィギュアとしても綺麗にまとまっていますので、俳句をすでに持っている方にもおすすめできます。気になった方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。